ワンピー側チャンピオンブラッド、 The big time player is here。 ツーピー側チャレンジャーシュン。さあどんな展開になるのか。ファイト1、レディーゴー。第1ラウンドが始まりました。ダウン攻撃要因。さあどうする。どうした。肘よろけだ。肘を食らう。きっちり当てていく。ブラッド一気に畳みかける。そうだった。ここまでどうです。ワンピー側のプレイヤーですが、すごくガードが硬いですから、余計なダメージを食わなかったですね。なるほど。これで安心しないで相手の出方を伺ってもいいでしょう。なるほど。投げ抜け。投げが使った。投げていった。シュン、残り体力が少ない。で上腕、おっと、おき蹴り。ここで KO。 セットカウントは1対1。シュン一本取って追いついた。この後が重要ですね。ファイト3、レディーゴー。第3ラウンドスタート。一旦離れる。後ろに迫った。さあどうする。ショックス、シソクラム。ここからどうする。いいですね。フェイサブブラッド、圧倒的に攻め、ミドルキック勝負あり。セットカウントは2対1。シーソーゲームだ。さらに引き離したいでしょうね。レディーゴー。第4ラウンドスタート。一旦離れる。受け身を取った。カウンター、チャンス、うまい。保身タンカー勝負あり。セットカウントは2対2。シュン安心しているんじゃないでしょうか。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。第5ラウンドスタート。熱が最激、上腕きっちりまとめた。指客シュン、体力が減っていない。距離を置いて、悪い。ブラッド残り体力は決まった。この試合どうでしたか。気持ちが伝わってくる試合でした。シュン勝利。お主油断したじゃろう。